はいどうも、秘密結社ふりがみ総帥ハッチでございます。今回はピンフ賞ということで、船橋の11レース2歳の S3 競争ダートの 1600m の、ね、レースの予想をしていきたいと思います。平和賞ですね。まあ、そんなわけでですね、まあ2歳戦ということでこんな感じの予想にしてみました。まあここ近年の傾向としてはね、2歳のこの重賞ってのもね、重賞に限らずですけれども、門別からの転入馬っていうのが強い傾向にあります。まあ、ですので、ね、今回それを信頼してもいいのかなと。まあ、北海道でのパフォーマンスもね、重賞2着など非常に高いですからね、まあ信頼をしてやっておきたいなと。まあ正直6番人気のままで収まるわけがないとは思ってるんですね。まあまだ前売り発売して早々ですから、前売りの人気順表示はしてますが、まあね、もっと人気するでしょうねというところですが、軸にはしてしまいたいと思います。まあ、そして2番人気1番のマカベウス、まあ、前走重賞2着の実績があります。まあ、デビューの、ね、時のホンダ騎手に戻ってますが、まあ、乗ったことはある騎手ですからね、いいんじゃないでしょうか。まあ、そして2番フォルメッシ、現在1番人気1倍台だったんですかね、この時間というか撮影段階では。まあ、前走マカベウスが2着、フォルメッシが5着だったかな。まあ、そうするとね、さすがにこっちがこの1番人気のまんまってこともありえないだろうなとは思いつつも、誰かがだから先に買ったわけですよね。まあ南関東で前日発売を利用する人ってあまり多くないんで、発売開始の時間の段階で自分のね、応援したい馬に100円でも200円でもまあ入れて、僕の馬単勝 1.0倍、イエーイみたいなね、遊びをするっていうのはみんな一度はやったことあると思います。まあ、そしてですね、7番ハートプレイス、現在5番人気。まあ、この馬もね、門別で重賞2着の実績馬ですからね、今回は遠征ですが、まあ、ここでうまくいけばというところだと思うんで、まあ、頑張ってほしいですね。まあ、そして8番ジョーロノ、この馬は、まあ、南関東デビューで前走の、ね、実績がちゃんとあるわけですね。今回も前回の、ね、重賞3着に引き続き、今回も逃げられれば上位入線というかね、粘れてくれるとは思います。まあ、以上ね、こんな感じの軸1頭紐4点。まあ正直今日の2歳重賞はガチガチの取り紙でしたけどね、今回このピンフ賞こそね、まあ、ピンフのみだと安いですけどね、上がっておきたいと思います。当てておきたいと思います。以上ハッチでした。